Hey, what's up, YouTube? の、そうしです。はい、ということで本日はですね、9月の10日木曜日ということでですね、現在朝の8時半、になるんですが、今日はですね、スニーカーズで、ナイキのダンクローのですね、コミュニティガーデンのリリース日でございます。で、まぁ、今月の1日にですね、出した動画の中でも、まぁ、紹介した一足なんですが、まぁ、最初ですね、気になる一足と、紹介させていただいていたんですけど、やっぱりね、こう、リリース日が近づいてくるにつれて、まぁ、いろんな画像が出てきたりとかするんですけど、やっぱり欲しくなってきました。まぁ、あの動画の中でもですね、確かなんかこう、気にはなるんだけど、多分狙うんだろうな、みたいな話はしてたんですけど、やっぱり欲しくて。で、まぁ、今回のモデルっていうのが、多分この新しく出る新作になるのかな、復刻とかではないのかなとは思うんですが、まあそういった一足でして、結構ね、なんて言うんだろうな、あの前回にトラビス・スコットのダンク SB で確か出たのかな、って思うんですけど、あれもね、欲しかったんですよ。まあ買えなかったんですけど、まああれもいいなと思っておりまして、なんとなくそれにですね、通ずる部分があるかなと。まあもしかしたらそれもあってですね、欲しいって思うようになったのかもしれないんですが、なんかいいなと思うようになってきて、ただ実際ですね、まあ、どうやって履こうかなとかっていうのはちょっと思ったりするんですが、いいよねということでね、まあ朝起きたわけではございますが、まあつくづくですね、前回、ダンクのサンバですね、がリリースされたタイミングで、まあ、なんで、朝起きなかったのかっていうのをですね、まあ、寝坊というか二度寝してしまったんですけど、あれほんまになんでやってもうたんやろなっていうのをつくづく今思ってます。はい、ということで、早速スニーカーズの方開いていきましょうか。はい、こちら、もう頭にですね、早速コミュニティガーデンが出てきておりますね。買えるかな、まあ、他にもいろいろちょっとまあ時間があるので見ていきましょうかね。まあ、今週で言えばですね、このコミュニティガーデンの、ダンクっていうところもそうだし、まあ、このジョーダン1のね、ズームエアが搭載されたモデル、っていうところですね、サステナビリティを意識した、モデル、グレーターですね。あとはジョーダン7の GC ですね。で、来週になるんですが、多分一番注目度の高い、モデルなのかなと思うんですが、こちらですね、ジョーダン3のフラグメントですね。まあ、これがリリースされると。で、これなんですが、僕はちょっともういいかなっていうのを思っています。まあ、フラグメントということでですね、魅力的ではあるんですが、まあ多分使い勝手もいいだろうしっていうところではあるんですけど、多分履かない気がするんだろうな。まあこれ完全なんとなくではあるんですけど、まあなのでこのジョーダン3のフラグメント僕はパスということで、まあただ来週で言うならば、おそらく一番注目度の高いモデルなのかなと思います。で、問題のですね、今日リリースのこのコミュニティガーデンですね、まあ、全体的なディテールで言えばこんな感じですね。で、アッパーにですね、なんかちょっと花柄があったりとか、いろんなデザインになってるんですよ。これはね、その前回のそのトラビスのダンクっていうのがあのパッチワークみたいな感じになってたかなと思うんですけど、なんかそれに通ずる部分がちょっとあるのかなって思います。で、コミュニティガーデンをかき乱した場所を生み出す。そこで周囲の住民たちがつながりを築き、カラシエとカニジャングルの一角に基盤を作るのだ。作るのだ。お。コラージュ風のグラフィック。コラージュ風のグラフィック。コラージュ風のグラフィック。うん。レモンウォッシュやミッドナイト、ターコイズなど落ち着いたアストロを組み合わせた。うん。あ、そうそう。まあ、パターンをね、固定してないということで、なんか一足一足ね、こう、デザインが違うみたいな感じなんですよ。なので、なんかそれもね、いいなと。実際と、もしね、変えたとすれば、どんな感じのデザインになるのかなっていうのも気になるところですしね。変えるかな。まあ、この動画の前日ですね、に、まあ、ファニコンっていうですね、まあ、有料コミュニティをやっているんですけど、まあ、そこのメンバーでですね、限定オファーで買えたっていう方がね、いらっしゃったんですよ。いいなぁと思いつつね。なんとか、そのね、買えるっていう運をね、ちょっと分け与えてほしいなと思うばかりではございますが、10、9、
8、7、6、5、4、3、2、1、来い。あ、抽選にエントリー。おー、なるほど。ちゃんと呼んでなかった、ちゃんと呼んでなかったんですけど、9時から抽選開始っていう感じやったっすね。ということで今回はですね、いつもやっぱあれ先着になるのかな、なんかいろんなね情報があるのでちょっとなんとも言えないんですが、まあ、今回は、10分間の抽選時間があっての抽選、申し込みと受付ということで抽選にエントリー完了しました。ということでですね、ちょっとした、フリートークという感じで喋ろうかなと思うんですが、この動画の前日、に、上げているんですけど、まあ、Vlog 動画をですね、まあ、出したんですが、カメラをですね、新しくしたんですよ、メインのカメラを。で、メインのカメラはずっと今までですね、キャノンの 80D を使っていまして、あのカメラっていうのが YouTube のネクストアップで、まあ、機材費っていうのがですね、まあ、出るんですが、まあ、そこでですね、買ったカメラなんですよね。で3年間がっつり、使い続けまして、まあ、ちょっと前にですね、まあ、YouTube のそのネクストアップでお世話になった人にですね、いろいろお話をするタイミングがあったんですが、まだそれ使ってたんやっていうことを言っていただいたんですよ。っていうぐらいですね、まあ、そのレンズも含めてなんですけど、もう結構ね、まあ、外観から見ても結構傷ついてたりとか、もう結構使ってたので、まあ久々に、新しいカメラ、そのメインのカメラですね、に変えたと。メインじゃないカメラですね、コンデジであったりとかっていうのはちょこちょこ買ったりはしてたんですけど、メインのカメラはずっと一緒でですね、変えてみたんですけど、やっぱりねフルサイズ、その僕の出したいこの映像の空気感であったりとかっていうのは、なんかこうね、機能的には性能的にはですね、今いろんなカメラが出ておりまして、ミラーレスであったりとかっていうのはあったりするんですけど、やっぱりこの映像の質感であったりとかっていうのはですね、やっぱりキヤノンのミラーレス、ミラーレスじゃないわ、キヤノンのフルサイズだが一番いいなと。で、海外のクリエイターを見てたりとか、まあ、いろんなねカメラのレビュー動画とかも見てたりするんですけど、やっぱりこの 6D の質感、そのレンズも含めて、レンズはですねシグマの 35mm のアートレンズ、F1.4 というものをですね使っているんですが、この空気感ですねっていうのがすごいいいなって思ったんですよ。で、僕がこう作りたい映像のその動画の空気感にすごい一番合うというか近いのは、僕が思っているのに近いのはこの組み合わせだったんですよね。で、その昨日の Vlog 動画ですね、を編集してる時も感じたんですが、やっぱりそのなんて言うんだろうな、APS-C、 今まで 80D っていうのが APS-C で、今回の 6D Mark2 っていうのが、フルサイズになるんですよ、センサーサイズが。まあ、その違いだけでもですね、やっぱりボケ方っていうところもそうだし、色の深みって言ったらいいのかな、なんかそれがですねすごい深いと言いますか、まあ、ほとんどねその 80D と同じキャノンなので、設定っていうところは変わりないんですが、だからね微妙に違ったりするんですよ。だからその辺とかもねちょっと確認し持ってではあるんですが、やっぱりでもあれだな、マスクしてないとピント合う、すぐ合うな、外れにくいな。で、僕は特にですねキャノンの映像っていうのがすごい好きなんですけど、まあ、そうなってきたらですね、まあ、この上には 1DX であったりとかシネマカメラであったりとか、もうね上には上がねどんだけでもあるんですよ。ね、特にここ最近であればですね、そのミラーレスっていうところも出てきておりまして、まあ、R5 であったりとか R6 であったりとかいろいろ出てるんですけど、やっぱそれら全部を含めて、まあ、1DX とか、まあ、その辺のねシネマカメラになってくればまたちょっと変わってはくるんですが、まあ、フルサイズ、まあ、フルサイズだとですね選択肢がこれしかないんですよ。 6D しかなくて、っていうのもこのディスプレイがですねこっちに向いてくれるんですよね。あのバリアングルって言ってこっち側に向いてくれるんですけど、まあ、YouTube の撮影するときにこっちに向いてくれないと結構困ると言いますか、まあ、ディスプレイをスマホ、HDMI かでつないで出してとかってやったらできるんだけども、やっぱりその外で Vlog 撮ったりするってなれば、まあ、一番いいのはこの組み合わせかな。 YouTube をやっていくのであれば
性能的に言えばですね、多分キャノンのカメラというよりもですね、ソニーのカメラの方が、いいかなとは思うんですが、キャノンのカメラって動画回したりとかすると、59秒か。で、絶対止まるんですよ。で、まあそこから撮り直しとかあったりするんですけど、まああとボディ内手ブレ補正であったりとかっていうのもソニーの方が強いし、圧倒的に映像業界って今ソニーのカメラにどんどん流れていってるんですよね。ただやっぱり僕的にですね、人の肌の質感であったりとか空気感で選んだりするので、そうなってくるとやっぱりキャノンが一番いいんですよね。まあ多分ね、昨日の動画 Vlog 動画見ていただいた方は分かると思うんですけど、キャノンの 6D をもうこのゴリラポットって言って、こういうね、どうにでも動かせる三脚があるんですが、これをつけてこういう風な自撮りをしているんですよ。昔 80D で、まあ、それこそ YouTube のねアイコンにもなってる画像を見ていただくと分かるんですが、これで 80D をね、手持ちで撮影してたんですが、どうしても重たいので変えたんですよ、コンデジに。ただね、やっぱりこのスタイルに戻そうと思います。まあ、だからコンデジっていうのは、サブ機として、ポケットの中に入れておいていいのかなと、いう話をしてたらですね、エントリー締め切りが終わりました。ここから結果はどの手、カミカミすぎないかな今日。まあエントリーの結果がどれぐらいで出るのかっていうところですよね。サクッと、いや、オートフォーカス早いくない？全然いいんだよ。全然外れないね。今だとどうしても外で撮影する時とかになれば、マスクして撮影したりするじゃないですか。ってなるとね、目しか出てないんですよ。で、ソニーの強みはその瞳フォーカスで瞳に合わせてくれるので、マスクしてても合うんですよ。キャノンって多分瞳フォーカスではないので、多分この辺のね、全体的なあれで顔認証してると思うんだけど、マスクをするとね、こうやってやると、これでも認証されてるな。なんでもないです。そうそう、話戻すんですけど、これにつけての、撮影に、Vlog 撮影。で、コンデジはサブで、つけて、持っといて。ポケットに入るので、ある程度でやれば。持っといての撮影に変えようかなと。でね、それを思った理由っていうのが、やっぱりそのコンデジって、コンデジで、なんて言うんだろう。一眼のカメラに比べると、やっぱりそのボケ感であったりとか映像の癖みたいなものがあると思うんですけど、やっぱりコンデジになるとね、それがなくなってくるんですよ。ただコンデジになればもう機動力もあるし、すごい使い勝手もいいし、軽いし、で手ブレ補正もついてるしっていうのがねあるんだけども、どうしてもこうなんて言うんだろう、癖がないから編集するときにですね、すごいなんか面白くないんですよね。え？外れた。